フライアンジンガイは、ジンバブエハラレ出身で短距離走を専門にしている、陸上競技選手。200メートルの自己ベストは20秒12のジンバブエ、記録保持者。2008年北京オリンピック男子200メートルの、ファイナリストである。2003年8月、パリ世界選手権、男子200メートルで、世界選手権初出場を果たすも、 一次予選で20秒96の組5着に終わった。2004年8月、アテネオリンピック男子200メートルで、オリンピック初出場を果たすと、一次予選を20秒72の組4着で突破し、世界大会で初めて最初のラウンドを突破した。二次予選では20秒87の組5着に終わり、準決勝には進めなかった。2007年8月、大阪世界選手権。 男子200メートルの2次予選を20秒28で突破し、世界大会で初のセミファイナリストとなった。準決勝はタイムを落とし、20秒45の組6着で敗退した。2008年8月、北京オリンピックの開幕式でジンバブエ選手団の騎手を務めた。レースでは男子200メートルに出場し、1次予選で20秒25。 二次予選で20秒23と、両ラウンドを全体トップのタイムで突破すると、準決勝は今季シーズンベストタイの20秒17で、組2着に入り、世界大会で、初めて決勝に進出した。決勝では20秒22をマークして、当初6位でゴールするが、ゴール後に2位のチュランディ・マルティナと3位のウォーレス・スピアモンが共に、レーン侵害のため失格となり、 その結果人外は4位に繰り上がった。2008年9月14日、年間王者決定戦と呼ばれた、ワールドアスレチックファイナル男子200メートルにに大会連続の出場を果たすと、20秒88をマークして6位に入った。ワールドアスレチックファイナルには全部で3回出場することになるが、これが最高成績となった。2009年8月、ベルリン世界選手権。 男子200メートルで世界選手権に4大会連続となる出場を果たすも2次予選で負傷のため途中危険に終わった。2010年以降は背中の怪我に悩まされ世界大会から遠ざかった。記録欄のうちの数字は風速でプラスは追い風、タイは向かい風を意味する。微光欄の記録は当時のもの第9回世界選手権。 男子 200m1 次予選リザルト国際陸上競技連盟2016年3月5日閲覧第28回オリンピック男子 200m2 次予選リザルト国際陸上競技連盟2016年3月5日閲覧第11回世界選手権男子 200m 準決勝リザルト国際陸上競技連盟2016年3月5日閲覧 ジンバブエ、ジャンガイツーキャリーカンティー、S フラッグアットオリンピックス、allafrica.com。2016年3月5日閲覧。ボルトアゲーン、19.30セックワールド200メートルレコードイン北京。国際陸上競技連盟。2016年3月5日閲覧。第29回オリンピック男子200メートル決勝リザルト。国際陸上競技連盟。 2016年3月5日閲覧。ジンバブエ、ジャンガイアウトオブワールドチャンプス。allafrica.com。2016年3月5日閲覧。第12回世界選手権。男子200メートル2次予選リザルト。国際陸上競技連盟。2016年3月5日閲覧。ジャンガイエイムズ・フォー・オリンピック・ラスト・ダンス。ニューズディ・ジンバブエ。2016年3月5日。 閲覧。閉会式はカースティコベントリー。ありがとうございます。